ちは。最強の筋活大好き万能攻防液インストラクターのルイス美恵です。よろしくお願いします。日頃は食品開発やレシピの監修、健康食品の監修などを行っております。マグロから、美味しい料理のレシピとか、皆さんにお届けしたいと思います。よろしくお願いします。それではどうぞろさんおすすめのおでんを作っていきたいと思います。おでんは、皆さん本当にお好きな材料を、こうやってたくさん入れてください。並べていただいて、万能酵母液をあらかじめ調味したあのおでんは本当に全国いろんな味があります。ですのでお家の味に調味していただいた、スペシャル万能酵母液入りつゆを入れていきます。こちらも材料が下手になるぐらいですね。たっぷり入れていただきます。それでは強火で沸くまでは、これで煮ていきましょう。はい、ではおでんも出来上がりました。美味しそうですね。万能酵母液でしっかり中まで味が染み込んでいるはずです。どうぞろさんにも曰く厚揚げ、これが絶品だそうです。お試しあれで。一度ですね、おでんは、冷やしてから、それから召し上がっ、もう一度温めて召し上がるようにしてください。皆さんご存知だと思いますが、煮物やおでんっていうのは一度冷える時に中にしっかり味が入っていきますので、一度冷めたものをもう一度温めて召し上がるようにしてください。